はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケット、今世界で注目をされているニュースについて一緒に見ていきたいと思います。で、今日なんですけれども、やはり非常に重要なのが FOMC ですね。テーパリングについてどういうふうに今 FRB で考えているのかに加えて、エバーグランデ、中国恒大の問題に対して、今後どういうふうに見ていくべきかっていうところをですね、ちょっとポイントとして今日はお話をしていきたいと思います。ちょっとまずはですね、その前に、マーケットの今状況というのを見ていきたいと思います。はい。こちらがですね、ビットコインの日足のチャートになっているんですけれども、昨晩、一昨日のですね、下落は戻したものの、まだまだ、ちょっとこの中国恒大問題が出てくる前のタイミングまでは戻ってないんですよね。で、イーサもこちら同様なんですけれども、やっぱり、センチメントとしてここ大きくリバウンドしたっていうふうに思っている人もいれば、まだまだ戻ってないよねっていう感覚の人も結構それぞれいると思うんですが、僕はやっぱりまだリスクセンチメントとして完全に戻ったっていうような感じはちょっと正直なくて、まだまだやっぱり株式市場もそうなんですが、不安感っていうのを持ちながらの相場っていうのが継続していくんじゃないかなと思っています。なので、今回のこの FOMC を切り抜けて、まずは安定というか、安心感っていうのが出た一旦のリバウンドだとは思うんですけれども、今後継続して我々は仮想通貨の市場もそうですし、アメリカの経済とか、今後の金融緩和の縮小の過程というところに対して、しっかりと見ていかないと、このあたり、勝手に反発したから、じゃあもう一回買わなきゃみたいな、そういった単純なことではなくて、少し長い目で、このマーケットを判断する上で、今回の FOMC をどう理解するかっていうところについて、今日少し見ていけたらなと思っています。その前にちょっと、アルトコイン全体として戻ってはいるんですけれども、本気でここだけはちゃんと戻ってるなみたいのは、唯一アバランチぐらいかなとちょっと個人的には思っています。すごいですよね。大きく全戻ししてるような状況で、アトムもそこそこ戻ってはいるんですけれども、アバランチほどではないということもあるので、このあたりはしっかり戻してはいるんですが、他のアルトコインに関してもまだまだかなと思ってますし、特にやっぱりイーサリアム、ビットコインというところがまずはメインどころの通貨になってくると思うので、このあたりを見てみると、まだ本当にマーケットが完全にブルーモード、強気モードに戻ってないっていうのはわかるんじゃないかなと思っています。では、ここからですね、FOMC のところについて触れていきたいと思うんですが、その前にですね、もしこのチャンネルのサポートをですね、いただけるようであれば、チャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると、チャンネルのサポートになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。では、FOMC について話をしていきたいと思うんですが、FOMC の中で、まずテーパリングっていうところや、あとは利上げですね。あと重要なのはインフレ。で、地味に注目されているのが、パウエルさんが2月に任期を迎えるんですけれども、そこで再任されるかどうか。で、その次に、エバーグランデ、中国恒大の問題に入っていきたいと思います。まずテーパリングに関してなんですけれども、今回の FOMC では、まだ明確な時期というのは明言されませんでした。ただし、テーパリングを開始するには、もうすぐそこまで来てますよみたいな、もう少しで適切なタイミングに達しますという発言が出ていました。なので、年内ですね、やはりテーパリング開始するのではないかなと思いますし、このあたりのハンドリングに関してはパウエル議長はかなりうまくやっていると思いますし、おそらく年内にテーパリング開始しても混乱をきたすようなことはないんじゃないかなと思っています。なので、この年末までという観点からすると、株式市場に関してはそんなに不安定な状況にはならないかなと思っていて、上昇幅っていうところではそんなにないかもしれませんが、じわじわと上がっていくような相場が続いていくんではないかなと思っています。で、仮想通貨に関しても同じような展開が見込まれるものの、結構ゲリー・ゲンズラーさんがですね、ほとんどの仮想通貨に関してはもう証券だというふうにもこの前言っていて、今後かなり厳しく規制をしていくと思うんですよね。で、別にこれって以前から言ってることと何ら変わりはないので、同じことを言ってるだけだよねというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、今後、リップルも含めて、よりですね、厳しい対応っていうのをされていくと思いますので、どんどん脱落する仮想通貨っていうのも出てくると思います。で、あとは、仮想通貨の業界として、どういうふうにうまく当局と付き合っていくかっていうのが今後求められる力、ある意味力だと思いますので、このあたりはアメリカであればコインベースがどのように対応していくのかだったりとか、あとは新しいトークンがこの、証券として登録をしてやっていくのか、そういったところも出てきたりもするかもしれないので、そのあたりは継続して注目をしていきたいと思います。いずれにせよですね、テーパリングに関しては、年内開始というところが、コンセンサスとして、より明確になったかなと思っています。で、次なんですけれども、利上げがですね、非常に今後注目されるポイントなんですが、現在ですね、FOMC の中の約半数がですね、2022年で利上げを一度ですね、しますよみたいな予想になっていると。で、半数は2023年まで待ちますというふうになっているんですが、これ徐々にですね、利上げのタイミングが、FOMC の中での利上げをしようというタイミングが、どんどん前倒しになってきているんですよね。で、この背景なんですけれども、やはりインフレの高止まりっていうところが大きく懸念をされています。で、2021年の終わりで 3.7% の今、年間でのインフレを見込んでいて、これは6月のタイミングでは 3% でした。で、2022年のインフレ予想が現在 2.3% になっていて、6月のタイミングでもこれは 2.1% だったので、少しじわっと上がっていると。で、こういう状態が徐々にずっと続いているということもあって、やはりインフレ、これ怖いなと、懸念してるなということがあって、この利上げのタイミングも少しずつ前倒しになってきているんですよね。なので、今後、このあたりの利上げのタイミングっていうのはもっと前倒しになるのかどうかとかっていうところも結構やっぱりリスクマーケット、リスクマーケットっていうのは株式と、あとは主に仮想通貨もリスクマーケットに入りますよね。このあたりに対しては非常にやっぱり重要で、今後、さらに高止まり、インフレが高止まりする可能性もあり、かつ高止まりすることによって、FRB としては予想以上の早いタイミングでの利上げだったりとか、もしくはテーパリングの加速とかっていうところが行わなければいけなくなる可能性があるので、この辺はリスクの要因として一つ見ておかなければいけないポイントかなと思いますし、今後の FOMC で最も注目されるポイントが、この利上げのタイミングとなると思いますので、皆さんにしっかり漏れなくですね、お伝えをしていきたいと思います。はい。で、次に、インフレの予想がさっきお伝えしたところですね。で、パウエルさんが2月に再任されるかどうかなんですが、11月にですね、一応、バイデン大統領としては方向性を定めるというふうに今のところでは言われています。で、今回非常にそのポイントで重要になっている観点がありまして、FRB がですね、今、資産の買い入れプログラムっていうのを行っているんですけれども、そこで、例えば、地域の、州ごとだったり、地域ごとの債券とかっていうのも購入をしているんですね。で、その購入をしている資産と同じ資産をパウエル議長をはじめ、連銀の総裁を持っているというような、今、状況になっていますと。で、これは非常に問題だよねと。This is not right というふうに、なんか言っていて、パウエル議長も。で、今後これに関しては、ポリシーをさらに厳しくしていきますということを、質疑応答のタイミングで述べていました。で、今回の印象なんですけれども、ニュースの報道とかっていうところを見ていて、このポイントがですね、結構注目一瞬されたと思うんですが、今回の受け答えなんかを見ても、なんかものすごいハレーションが起きているという感じでもないですし、パウエル議長としても、この問題とは今おかしいよね、変えていきましょうみたいな感じで、しっかりと対応もしていましたし、あまりここが問題となって、退任させられるってことは僕はないと思います。なので、こういった観点からも、今後数ヶ月、一つ、大きくマーケットが不安定になる要因っていうのは取り除かれたんではないかなと思っていて、前向きにこれを捉えていますと。で、一応ですね、中国恒大に関しての質疑応答っていうのも一部ありまして、どう考えているのかっていうところではあったんですが、パウエル議長としては、アメリカ経済に対しての直接的な影響はないということがまず1点ありまして、これは非常にやっぱり重要なポイントかなと思うんですが、その一方で、世界的な信用供給の観点から、非常にリスクが今後ある可能性があるかもしれませんねと。なので、まだまだ顕著に全くなってないんですけれども、今後連鎖的に他のデベロッパーとかが共倒れしていくようであれば、そういった影響が中国の経済が衰退したりとかすることに、衰退というか低迷というか減速ですかね、することによって影響があるんではないかという意味だと思うんですが、そんなに今のところはまだ懸念してませんよというのがコメントとして出ていました。で、ここからメインにですね、バーグランデ中国恒大のトピックに移っていきたいと思うんですけれども、先日ですね、僕のツイッターで皆さんにお伝えをしたものがあるんですけれども、ファイナンシャルタイムズの記事で、本当に今気にしなければいけないバーグランデ中国恒大の問題という記事があったんですが、この中国恒大に関しては、まあもう、かなり詳細にいろいろと情報が出てきていますし、まあもうデフォルトするのはまあ大体決まってますと。で、その後にどういうふうに清算をしていくかっていうところが今後のポイントになるんですが、まあそれよりも、今彼らがまずデフォルトに陥っている理由としては、マーケットの不調とかっていうところもあったりすると思うんですよね。なかなか売れなかったりとか、まあ、あとは、需要が減っていったりとかっていうのがあると思うんですけれども、まあ、そういったところが中国恒大以外のデベロッパーにも今ものすごく普及していて、でかつ全てのデベロッパーは財務体質がものすごく悪いと。短期的な債券、まあ、コマーシャルペーパーとかっていうふうに言われますけれども、3ヶ月以内に返さなきゃいけない資金とかっていうのも、まあ、全く回ってない。1年以内に返さなきゃいけない資金も全く回ってない状況ですと。手元にキャッシュがありません。で、そのような企業が他にも今、たくさんあります。で、かつ香港に上場されていて、1日で 90% ぐらいのマーケット下落、暴落みたいなことが起こっているんですよね。で、そういったことを考えると、今重要なのは中国恒大がどうなるかとかっていうよりも、もっともっと他のデベロッパーが連鎖的にどんどんデフォルトに陥っていくんではないかと。そうすることによっての影響の方が大きいんじゃないかっていうふうに言われています。で、もちろんですね、中国の今銀行が中国恒大ですとかそういったところに対して資金を貸しているわけで、その今持ってる、デベロッパーが持ってるマンションとかを買い取って、お金をつけて、安い価格で買うんですよ。で、それで最終的に建ててもらって売ると、利益が出るんじゃないかみたいな、話ももちろんあるっちゃあるんですが、このようなことが連鎖していくことによって、こういったデベロッパーに対してセメントを売ってたりとか、いろんな建物を建てる資材を売っていた人たちに、どんどん資金が回らなくなって、より幅広く中国の経済に対してダメージがあるっていうのは、一つやっぱり懸念をしていかなければいけないポイントかなと思いますので、今後数ヶ月、中国に関しては、このデベロッパー関連で、中国恒大関連で少しストレスがかかる環境にはあるので、このあたりはですね、株式市場を見ていく上で重要じゃないかと思いますし、こういったニュースが出てきたタイミングで、どのようにマーケットが反応するかっていうところも少しやっぱ見ておかなければいけないと思うんですね。なので、今後、楽観的に株価をどかどか買うというよりも、少し、警戒しながらっていうのは必要かなと思ってます。もちろん、株式に資金を入れながら、何かあったらタイミングよく資金を引くというのでもいいですし、それは人それぞれやり方があるとは思うんですけれども、一応そういうふうに、ファイナンシャルタイムズとか、海外のニュースでは見られていますよというところは、頭に入れておくべきポイントかなと思います。やはり日本で報道があるのはかなり遅いんですよね。で、これ昨日ぐらいに確か、日本の、ニュースというか、ワイドショーなのかちょっとわかりませんが、そういったことが取り上げられたりとかっていうのも、していましたし、かなりタイムラグがあって日本に入ってくるということもあるので、そのあたりはですね、遅れることなく皆さんにお伝えをできるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録をして、ベルボタンも押して、見逃すことなく、チャンネルフォローしていただけると嬉しいです。はい。今後はですね、まだまだちょっといろんな皆さんにお伝えをしたい仮想通貨に関連したニュースというところもあるんですが、まずは朝起きてですね、この FOMC がどういう内容だったかというところを理解していただくために、この動画をまずはちょっと出していきたいと思います。またですね、こういったニュース取り上げてほしいとかっていうのがもしあれば、僕が取り上げられる範囲でやっていきたいなと思っています。あとは、ですね、今後ちょっと経済に関連してのニュースとかっていうのは、もう一個の投資家養成チャンネルの方でも、短い動画になるかもしれませんが、ちょこちょこやっぱり皆さんが注目されているものに関しては、出していけるようにしたいなと今考えています。で、別の仕事だったりいろんなこともやっているので、そういったことがどれぐらい頻繁に今後やっていけるかっていうのはちょっとまだ不透明ではあるんですが、そういうふうにどうやったらできるかっていうのをちょっと考えて、今後動いていこうかなと思っていますので、そのあたりぜひですね、興味ある方はもう一個の投資家養成チャンネルの方も登録していただけると非常に嬉しいです。今後はですね、必ず仮想通貨っていうのは投資家が、機関投資家が投資をするアセットに、まあ、今もなってますけれども、今後どんどん、そういう風になっていくと思います。そうすると、彼らが見てるニュースっていうのはやっぱり経済のニュースだったりとかなんですよね。なのでそのあたりに非常に相関っていうのが強くなってきますし、影響も大きく受けるようになっていくと思います。なのでよりそういったところをどう理解するか判断するかっていうのの、まあ、知識だったりとか、あとは自分なりの意見を持つことっていうところの方がまあ重要だと思うんですが、そういったところを考える機会というのを作るという意味でもぜひですね、フォローしていただけると嬉しいです。はい。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。